今日も折り紙キングやっていきます。前回オリー王の攻撃によりオリビアが巨岩に潰されて、オリビアを助けるためにボム兵の言うことを信じて大海原に行くところだったね。人力で川を登るの。でも現実の川下りボートのことは知らないし、現実でもこうなのかもしれない。まあ待て、港に行ってオリビアを助けたいのは山々だが、ステージ2をクリアしたからキノピオタウンの BGM がちょっと豪華になってるじゃねえか。 BGM のためならヒロインの危機も気にしないスタイル。ちらほらキノピオも増えてるし、いっちょ BGM 聞きながら観光と行こうじゃないの。うむ、だいたい1ループしたな。大海原に行こう。満足した模様。あ、よく聞いたら港近く。でも BGM 変わる。すげえ。うおーすげー、一面の大海原。こんな風に RPG で世界が一気に開ける時ってワクワクするよね。オリビアを助けたい気持ちはもちろんある。あるが、ちょっと寄り道していこう。寄り道してしまうのはゲーマーの宿命なのだ。おおぷくぷくも泳いでおるわ。まあ戦闘する気分じゃないので避けていこう。む、あの四角形の島は。知っているのかライデン。ちょっと待っててね、確かヘルプに。あった、これこれ。コインを一気に稼ぐ方法。なるほど、この画像と同じ島っぽいね。これ、ずっと気になってたんだ。このゲームのコインは MP みたいなもんだから、コインを稼ぐ手段さえわかれば、MP 無限も同然。寄り道すんなってさ。嘘ー。せっかく見つけたのに。口惜しい。しょうがないから、プリンセスピーチ号に行こうか。確かキノピオタウンを出てから北だったよね。何？ぶつかってしまった。いやいや、おいて。しかも、新規 BGM がいい曲だな。海らしい爽やかな BGM だね。まあ、は、HP はかなり低い。パズルさえ解ければ簡単に倒せる。
パズルさえ解ければ、そこが一番の不安要素なんだよね。まあこのぐらいなら解けるぞ。こうじゃろ。むっジャンプアクションもミスった。いつもほぼ 100% 成功してるのに珍しいね。まただ。ちょっと楽いぞこれ。またまた、そういう失敗した言い訳はいいから。いやほんとなんだって。まあ失敗しても倒せるからいいけど。ゲゲー、この複雑さて見てて解けってか。わからんて。ついぞわからなかったので、キノピオ召喚に頼ることに。500コイン以上払えば、見て進めてくれる気がする。しかし、今回は、アクションミスるし、パズルも正解できないしで散々だったね。頭の調子も、キャプチャーボードの調子も悪いのかもしれん。ちょっと再起動するついでに朝ごはん食べてくるわ。と、意気揚々と取り、そぼろご飯を食べて、さあ収録再開だ、となった後に、悲劇は起こったのであった。ドワー。録画失敗した。折り紙キングは、セーブスロットが一つ、かつオートセーブなので、一回録画失敗したら、過去のセーブデータからやり直すことはできないのだ。こうなりゃやってやろうじゃねえかよ、最初からよ。ほとんどの必須でない雑魚戦を避けて、最速でパズルを解いた結果、9時間で、なんとかここまで戻ってきたぞ。進め方の都合上、コインの枚数や、HP 最大値などは違いますがご了承ください。気を取り直してなんだっけ、スーパープリンセスピーチ号に行くぞ。やり直すついでに、選ばなかった選択肢とかも収録したので、そのうちおまけパートとして投稿する予定です。クルーズ中に消息を絶った人気のない豪華客船。何も起きないはずがなく。まあホラー展開を疑うけど、くっそ快晴だしピンク色が多くて。全然そういうことにならなさそうなのはありがたいな。うわ、ぷくぷくがキモい。ずっとここにいたのなら、餌がなくてお腹が減ってるのかな。紙っぺらでどうにかならん？ダメ？うお、バリと元気やんけ。大したことなかったので、バッサリカット。しかし家具とかが散乱してるな。スカスカ穴だらけだし。ちょうど、クルーズ中に、オリオーの進行が始まったのかな。お、マックスアップ20。こりゃありがたい。攻撃力も上がって、確定一発の敵キャラが増えたね。なんかぬるっと現れたなお前ら。ファイアブロスか。ベンチの裏に隠れるとこちらを見失うね。2D だと鬼のように強かったけど、3D だと弱いよなブロス系。というわけで勝負ぞい。何気に新規 BGM だね。死ぬほど簡単なパズル来たな。さすがに解けるぞ。どんな攻撃方法をするか気になるし、通常ブーツで攻撃するか。まあ、ファイアボールを撃つ以外にあるのか、とは思うけどね。何か意表をつくような攻撃を頼むよ、君。ファイア投げ。普通。ファイアブロス2体とも生き残らせてたら、コンビ必殺技とか使ってきたのかもしれない。そんなマリオ&ルイージ RPG みたいなことする？あいつら。といったところで、今回はこの辺りで、お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。